はい、どうもワンタです。今回なんですけれども、つい最近ローソンで新しく発売されたコッペパン開いちゃいましたっていうパンがあるんですよ。もうほんまにさっき瀬戸康史さんがコッペパン開いちゃいましたっていう動画を出したんですよ。でそのコッペパンを見て、まあ、僕も食べたいとっていうので仕事終わりにローソン3軒寄って探してきたんですよ。僕はコッペパンをで、やっと1個あったんで今回それをね食べたいと思うんですけど、その仕事終わりわざわざそのコッペパンが食べたいがために、まあローソン3軒回って、でまあやっと見つけたんですけど、その道中で起こった事件で僕は怒ってます。まあ、なんでかっていうと、まあ、こちらねほら見て、コッペパン開いちゃいましたと、あのこう丸くなってるコッペパンをパカッと開いて売るっていうね、あの謎のなんでそんなことをしたのかっていうような商品なんですけど、瀬戸康史さんの動画ではこのパカッと開いたコッペパンをパンとこう元に戻して食べるっていうあの動画があったんで、それをしたいなと思って、まあ買ってきたんですよ。でこうやっと見つけてこう手に取って、でまあやっぱりこうサムネイルとか多分 YouTuber の方だったら分かると思うんですけど、まあ、綺麗に撮りたいんですよ。このパン特にパンの上にホイップが乗ってて、それをチョコレートでコーティングしてあるっていう感じなんですよ。なんでもうめっちゃ割れやすいんですよ。ここ割れやすいんで気にしてたんですよ。傷がないとか確認して、綺麗なのをこう手に取ってレジ前並んで店員さんのとこに持ってったんですよね。でしかも綺麗なやつが1個しかなかったんですよ。もう本当にバキバキのやつとかがもうほとんどで、もうその時点でなんかちょっと大丈夫かなってちょっと不安だったんですよね。まあでもさすがにこの綺麗な状態のやつをまあ選んで僕は持ってったから、さすがに店員さんも丁寧に扱ってくれるかなと思って恐る恐るこう差し出したんですよね。そしたらまあさすがの店員さんもそっと渡されたらまあそっと取るじゃないですか。そこからこう反対向けにして、でここのバーコードをピッとすると、で店員さんもまあピッとしてくれたし、もう安心やわと思ってほーってなった瞬間にストーン、あかーん、あかーん、あかーんっていうので、まあ怒ってるっていうね。まあでも確かになんでわざわざコッペパンを開いたのかっていうのはちょっと一瞬調べたんですけど出てこなかったんで謎なんですよね。でまあ個人的に話題になってるコッペパンですね、まあ早速食べていきたいと思います。こういうパンもねやっぱりこう開ける時って結構慎重にせんとあかんと思うんですよ。やっぱりねあの袋のこうもう一個内側にシートみたいなの貼ってるんでね、結構こう慎重に開けていかんとあかんですよね。はい、ほら見てこの見てここ、これねこの店員さんのパーンっていうので割れるっていうね。もうちょっとあったやん、なんかそーっとこうそーっとこうなんていうの、そーっとね、はい、いただきます。あそう、ほんでコッペパンがねこうほら分かれてるでしょ、分かれてるじゃない開いてるでしょ、これをわざわざ開いてるのに縦にねこう閉じるんです。これが美味しいらしい。おほら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 、おお、はい来たわ。もうコッペパンですね、開いてる意味っていうね。まあなんかこう上にコーティングされてる分ね、チョコレートの量はちょっと多いんちゃうかなっていう感じなんですけど、まあ早速ねいただきます。うん、パンはね結構パサパサしてる、ホイップは結構甘めで、このチョコはまあ、ほんまにコッペパンにかかってるようなチョコレートですね。美味しいけど甘いかな、ちょっとやっぱパサパサしてるかなパンが。またね興味ある人はぜひローソン寄ってみてください。この動画良かったよっていう方はぜひ高評価お願いいたします。応援してもいいよっていう人はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。